バリトーン、ないし、バリトーンは標準的なマイクロフォンの仕組みによらず、楽器から直接増幅して様々に電気的な効果を加える木管楽器用のピックアップとエフェクツユニット。1967年にセルマー社によってフルート、サクソフォン、クラリネット用にユニットが開発され、販売された。システムが揃い、稼働できる形で現存するものは少ない。 楽器としての電気サックスと説明されることもある。バリトーンは多様な音色といった元位の造語であり、正育のバリトーンとは綴り字は異なる。日本語では表記の揺れがあり、バリトーン、バリトーンのほか、特に工述のバリトーンスイッチの場合などには、バリトーンスイッチとされることもある。このシステムには、ピックアップ用のマイクロフォンも組み込まれ、コントロールボックスが付いており、 演奏者は、専用に開発されたアンプにつなぐことで、トレモロなどの効果や、簡単なエコライザーの機能をかけたり、オクターブ下の音を同時に鳴らしたり、エコーをかけることができた。フルートのヘッドジョイント、サクソフォーンのネックジョイント、クラリネットのバレルジョイントに組み込むため、高い音圧と湿気に耐えるセラミック製のマイクロフォンが、開発された。これは、当時の新素材であった。 圧電素子を用いたものであった。ピックアップはプリアンプとコントロールボックスに接続され、コントロールボックスは楽器の底部のキーガードに取り付けられたり、演奏者のベルトに装着されたり、演奏者の首から紐でぶら下げられたりした。セルマーからの依頼により電気関係のシステムを開発したのはエレクトロボイス社であった。バリトンを用いた著名な演奏者としてはエディ・ハリス。 ルードナルドソン、モーコフマン、ソニー・スティットラがいる。マイケル・ブレッカーも、ブレッカー・ブラザーズバンドとしての活動の時期には、バリトーンを頻繁に使用していた。バリトーンは、金管楽器のリードパイプにハンダ付けして使用することも、できた。ジャズ・トランペット奏者のクラーク・テリーは、インパルス。レコードから出した1967年のアルバム、イッツ・ホワッツ・ハプニングでこれを活用している。 当時のテリーは、セルマー社製品の愛用者であった。同じような製品には、ハモンド社のハモンドコンドル、CG コン社のコンマルチバイダー、シカゴミュージカルインストゥルメンツ社が扱っていた、アナログエフェクターのマエストロシリーズなどがあった。ES-355、ないし、それを模したモデル。右下の白い円形の上に黒い切り替えスイッチがついているのが、バリットオンスイッチ。 バリトーンという名称は BB キングがルシールと称したギブソン社のエレクトリックギターのシグネチャーモデル ES-355 に取り付けられた音色を変えるロータリースイッチとしても広く知られている。最初にバリトーンスイッチが最初に導入されたのは1959年に発売されたギブソン ES-345 であり6段階に音色を切り替えられた。 6段階のうち、1ではバリトーン回路を通さずそのままの音が流れるが、2では高音域がカットされる形となり、3以降はカットされる帯域が下がっていき、6では低音域がカットされて、それぞれ異なる音色となる。ギブソン以外でも、PC リッチのギターや、ベースなどにバリトーンスイッチが付けられていた。ギターの演奏において、エフェクター類をつなぐことが一般化して、以降も、 バリトーンスイッチのあるギターやベースなどのモデルは製造されており、また改造によって後からバリトーンスイッチをつける場合もある。ありがとうございます。